どうですか、熊谷、これは。これは私、あの楽屋でウェットティッシュって置いてあるじゃないですか。ウェットティッシュね。で、なんか使いっぱなしの人がいて、こうパカッと開いた状態なんですよ。あ、分かる、うん。それが嫌で、うん、いつも閉める担当なんです。あ、分かるわ。そうなんです。で、あのトイレの便座気になれへん。あ、なります、気になります。だ、開けていったん誰一回閉めてから開けてるの何やってんの。めっちゃあります。あと、もともと蓋がないやつとかあるじゃないですか。あるある。あれとかなんでだろう。レストランとか行ったらもう初めからこれだけのやつこれがないやん。ないよ。信じられへんよなあれ。で、犯人が見つかったんですよ。誰やった。ベリーズ工房の須藤マーサだったんです。あ、マーサや。意外で、そう、意外な開けたまま行っちゃうの。開けたまま、で、隣でピュッて閉めるんですけど。あ、次誰。実は私骨折。はい、私です。どうぞ。実は私骨折。骨折を私はよくするんですけど。